なり水が綺麗な感じで飲めそうな感じですね。ね、あの家が倒壊してちょっと塊になっております。この辺ちょっとまだ紅葉が生きてますね。グラデーションになってます。ここにも家が建ってたのかな。ちょっとお風呂場じゃないですけど台所だったのかな。こんなところに鳥居がある。昭和6年。さすがに何もないですね。まあ、小屋が一つあるけど崩れたのかな。まあ、ここにあったんでしょう。降りていきます。
これはすごいですね。機関車トーマス。ポンプかな。うわ、すごいな。これは何だろう。粉ミルク。ちょっとなんか旅館だったようなね、雰囲気のある感じですね。結構立派な。